お疲れ。はーい。じゃあちょっと今日も日本語の勉強のために、ネイティブスピーカーがどんな感じで普段喋るかっていうのを、ちょっと録音したいなと思ってる。はーい。で、今日の日本語は、N3 とか N4 ぐらいの中級レベル、インターミディエット、中級レベルで、英語とミックスで、喋ります。で、あとは、敬語、フォーマル。敬語じゃなくて、タメ語、カジュアルエクスプレッションズ。タメ語で今日は喋っていくよ。はーい。よし。で、今日のトピックなんだけど、最近見た俺の、お気に入りのアニメについて、お気に入り、フェイバリット、お気に入りのアニメについて喋っていく。俺が最近見たアニメはね、山田くんとレベル999の恋をするっていう、なんかちょっと、まあラブコメみたいな、ラブ&コメディ、ラブコメみたいな、アニメを最近奥さんと見た。そう。ねえ、こんなめっちゃ男だけどね、ラブコメってちょっと意外。アネクスペクティッド、意外かもしんないけど、結構俺はラブコメのアニメも結構見るの。なんかやっぱ面白いし、なんか恋愛ってやっぱこう、なんだろう、自分たちもこう体験してきたことだし、やっぱそういうアニメとかこうドラマのシーンが伴ってると、カミングアロング伴ってると、すごいなんかドラマチックで、ストーリーが、すごい興味深い。Interesting。興味深いと思うからね。Because I think。思うからね。で、その山田くんっていうアニメなんだけど、みんな見たことあるかな？なんか、主人公は、女子大生。College Girl Student。女子大生の女の子が主人公。で、その女の子が、なんだろう、一つ下の、One Year Younger? 一つ下の、山田くんっていう、めっちゃイケメンの、ハンサム、イケメンの男の子に恋をする。Fall in Love、恋をするっていう話で、そう。ねえ、でも、その主人公の女の子は結構、なんだろう、元気な、まあ、すごい元気でアクティブな、そう、女の子で、元気だけど、でもまあ、ちょっと抜けてる。little loose って感じ。まあ、悪い意味じゃなくて、なんだろう、not organized a lot。そう、って感じ。あんまりしっかりしてないみたいな。そう。だから、いろんな失敗しちゃうし、でもなんかすごい性格が、明るくて面白いキャラクター。そう。で、それに対して、on contrary, on the other hand, それに対して、男の子の山田くんっていうのは、年が一つ下。one year younger. 年が一つ下なんだけど、すごいイケメンで、でも、ただ性格は、すごいクールなんだよね。そう。で、高校生なんだよ。そう。まだ高校3年生。ハイスクール3rd grade。高校3年生なんだけど、すごいゲームが得意で、プロゲーマーなんだよね。プロフェッショナルゲーマー。プロゲーマーなんだよね。そう。で、そう。その2人がゲームの中で出会う。エンカウンター、出会うっていうストーリー。山田くんはやっぱりさ、最初クールだから、なかなか心を開かない。He doesn't open heart。心を開かないんだけど、まあ、それでもだんだん、仲良くなって、be good friends? 仲良くなって、そう、友達になって、そう、ちょっと恋に発展していく。developing to romance。恋に発展していくって感じ。そう。結構ね、面白いよ。おすすめ。なんか、そんなにこう、派手？ so dramatic？
そんなに派手なストーリーじゃないんだけど、結構ね、なんだろう、いろいろイベントが起きるし、なんかゲーム仲間の友達とかも出てきて、そう、面白いね。俺が結構好きな理由は、The reason why I like、 俺が結構好きな理由は、なんか2人が人間として出てくるシーンももちろんあるんだけど、2人のゲームのキャラクターがなんか話してるとか、やり取りをしてる、トーク、やり取りをしてる、そういうシーンもあって、そうだから2つのシーンがある。人間としてのシーンとアニメ、ゲームのキャラクターとして、 as a character in game、 ゲームのキャラクターとして、 as として、そうストーリーに出てくるみたいな、そうっていう話もあるから、そう結構面白いよそうみんなどうかね、そんなになんかラブコメとか見ないかな。結構アニメはいっぱいあるよね。そうねえ。で、俺が奥さん、 my wife、 奥さんと話してたことは、The thing that we talked about is、 奥さんと話してたことは、なんかカンドラにちょっと似てるよねって話してた。 Similar to K-drama、 カンドラに似てるって話してたんだよね。そう、なんかさ、最近すごいカンドラ人気あるじゃん、 K-drama、 カンドラ。そう、俺も結構見るけど、まあ、奥さんの方がいっぱい見てるかなそう、やっぱこう恋愛のストーリーがやっぱすごいドラマチックだし、あとストーリーだけじゃなくて、なんかこうシーン、カメラワークとか音楽とか、そう韓国は特に、 especially 特に K-POP もすごい、音楽もすごい今世界で注目を浴びてる、Getting attention、 注目を浴びてるじゃん。そうだからね、やっぱ音楽とそのカメラワークとかカメラの技術とかがやっぱすごいレベル高いなと思ってて、そうすごいいいよね、面白いわ。俺結構見るね。そうなかなかこう日本のドラマはやっぱもっと違うなって思っちゃうんだよね。そうまあでも、そう、そのアニメはちょっとカンドラみたいなストーリーで、カメラワークとかもすごいなんかドラマチックだし、すごいビジュアルがいい、 looks good visual、 ビジュアルがすごいいいよね。そうだからね、みんなもぜひねチェックしてみてほしい。ちょうど先週とか先々週、 2 weeks ago、 先々週ぐらいに12話、 12 episodes、 12話ぐらいもう全部出た、 came out、全部出た。そうだからね、みんな週末とか weekend、 週末とか暇な時、 when you are free、 暇な時に一気に in one time、 一気にそう全部見てみてよ。そう結構面白いね。まあシーズン1がね今終わったところ、 just finish、 終わったところだけど、まあでもね結構やっぱシーズン2がすごい気になる。 I'm really interested in、すごい気になるね。そうどうなっていくのか、 What is gonna be、 どうなっていくのかすごい気になるから、ちょっとストーリーが12話までみんな終わって最後まで見ても、 Even you finish 見てもなんかちょっとフラストレーションがあるかもねすごい、まあポジティブな、いい意味で、 In a good meaning、 In a good way、いい意味ですごいフラストレーションがあるかもしれない。うわーシーズン2はどうなるんだろうってすごいワクワクする、 Be excited、 ワクワクするから、そうすごいおすすめ。そうまあそんな感じです。今日はちょっとそのね山田くんっていうアニメについて話してみて、ぜひみんなチェックして、でもし見たことある人いたら、これは今回 YouTube、 This time it's YouTube、 YouTube だからぜひコメント欄で書いてみて、あとなんか日本語の質問とか、俺の喋ってる日本語で意味がわからない言葉
うん、some word that you don't understand、 意味がわからない言葉とかもしあったら、 if you have、 もしあったらぜひコメントに書いてほしい。そしたら俺、コメントで、日本語を教えるから。そう、so, I'll teach you、 日本語を教えるから。そう、OK、 じゃあちょっと今日はこれで終わります。久しぶりの YouTube でちょっとうまくできてるかわかんないけど、ちょっとね、またいろんなことチャレンジしたいなと思ってるので、はい、ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあまたねー。